陸軍特科501機関。それは特殊な事情と才能とが集められた研究開発機関としてこの世に生まれた。軍内部でもその名前を耳にすることはあれど、実態を知る者はほとんどいない存在だ。実態にたどり着こうと、情報部、空挺特科、海兵隊、軍警察、そうした陸軍の既存の配属部隊を探しても501機関の名を見つけることはできない。理由は実にシンプルだ。我々は軍という組織において人ではなく物として扱われているためだ。陸軍開発実験団、医学実験隊、擬態研究部、特殊擬態研究科、501分室の備品、それが我々の実態だ。兵士が擬態化した場合、それは肉体の延長であり、医療行為として認識されることが通例だ。だが我々は兵器に搭載される高度な人工知能の代替品として個々の脳核が搭載されているだけに過ぎない。人の形はしていても求められる特性は機械としての性能と効率、そして成果だけなのだ。それぞれに与えられるのは生命、血液型の記録された個人認識表ではなく、シリアル番号、部品形式の記録された管理コード。軍産複合体で開発研究された戦闘兵器は備品として管理されるからだ。我々にとって軍という組織とは器に過ぎず、階級は活動を保障する都合に過ぎなかった。これまでは2026年、第四次非核大戦の終戦により、我々が人となるべきか、物としてあるべきなのかを問う最後の機会が訪れた。今を逃せば後はない。開かれた扉が閉ざされる前に。